会場となるチェルシー王立病院チェルシーフラワーショーとは、イギリス王立園芸協会が主催し、毎年5月にチェルシーで開催されるガーデンショー。グレート・スプリングショーの正式名称でも知られる。チェルシーフラワーショーのハイライトは、有名な園芸家によってデザインされた前衛的なショーガーデンである。最初のグレート・スプリングショーは1862年。 ケンジントンの RHS ガーデンで開催された。1913年から、チェルシーのチェルシー王立病院に会場が移された。1937年、ジョージ6世と王妃、エリザベスの大観念を記念し、素晴らしい帝国展が開催された。オーストラリアからアカシアが、カナダから松が、東アフリカから色鮮やかなグラジオラスが、パレスチナからも大きな、 うちはサボテンが持ち込まれた。第二次世界大戦中には、チェルシー王立病院の土地が、対空対策のため戦時局に必要とされたため、ショーは行われなかった。1947年より再開された。ゲンエリザベス2世が即位した1953年は、国のお祝いムードを反映したショーとなった。イギリス王室のほとんどのメンバーがこの年のショーに、出席したが、 他に公務があったため、唯一出席できなかった王族は女王自身だった。ショーは20世紀後半を通じてその人気を増加させることとなった。現在は毎年15万7000人が観覧に訪れる。そして入場用のチケットはすべて事前に購入する必要がある。2005年からショーの開催期間を4日から5日に延長し、 最初の2日間は RHS の会員のみが入場できる。ショーは広範囲において BBC が放映する。RHS への王室による公演の一環としてイギリス王室のメンバー数人がショーの下見に訪れる。ショーは各部門ごとにゴールド、シルバーギルト、シルバー、ブロンズの各賞が設けられている。ありがとうございます。